やってきましたよ。牛くんの背中に乗っかり、九十高原を越えると、そこは大分県の竹田市なんだ。そんで、長湯温泉へ湯治に行こうと思うんだ。それでは、ぼつぼつ、いい湯を求めて、命の洗濯に行きましょう。ここは、道の駅、竹田です。九十連山のふもとで、湧水がたくさんあるんだ。駅の裏手の方で、急斜面の側溝を流れる水を利用して、小型の水力発電を実験していたんだ。面白かったよ。さてと、駅の周り、あっちこっち散歩したし、そろそろ晩ご飯の用意をするかな。よっしゃ、分厚いステーキに決まり、この店、うんご牛置いてるかな？そうそう、地酒も買わなきゃ。昨日のステーキうまかったな。やっぱし、大吟醸に限るよね。ということで、長湯温泉へ到着でーす。なんか、田舎田舎って、雰囲気で、ゆったりしていいな。さあ、こっちでも、ゆったり、するか？おや、長湯するぞ。やや、いろいろ書いてるな。ふむふむ、マグネシウム成分が多いようだね。ちょっと狭いけど、面白い湯船、人って感じだよ。いやいや、参ったな。そこが？ザラザラだよ。慣れてくると、このザラザラ感が何とも言えないね。
しい湯の色だな。微妙に見えるところがいいよね。いやー、長湯しちゃったな。長湯温泉の旅はいかがでしたか？またお会いしましょう。さようならー。